ロシアのラブロフ外相が16日ロシアメディアの取材に対し停戦協議は難航しているが妥協点を見出せる希望はあると述べましたその上で停戦協議についてウクライナの NATO 北大西洋条約機構への非加盟などを議論していて合意に近い部分もあると明らかにしましたラブロフ外相は ウクライナの中立化が真剣に議論されていてこれはプーチン大統領の意向でもあると強調しています。